しました。これより電車の吊り上げ実演を始めます。実演に関しまして安全確保のためのお願いがございます。皆様の前のロープに手を触れたりロープ内へ立ち入れることは絶対にしないようにしてください。小さなお子様をお連れの方は特に注意していただきますようご協力よろしくお願いいたします。では実演と並行して私からは簡単なご説明をさせていただきます。ただいまこちらにやってきたクレーンですが、千代田工場の中で一番大きな機械35トンクレーンです。その名前の通り35トンまでのものを持ち上げることができます。本日は私の後ろの電車1万10号車を持ち上げます。このクレーン作業にはクレーン運転手1名とこちら地上側での合図者と作業員合計6名で動かしています。クレーンの操作は常に地上側から合図を送って運転手に知らせています。そしてこのお兄さんたちみんな仲が良くチームワークもバッチリです。少しこの電車の紹介をさせていただきます。この1万15車ですが南海本線で特急車団として活躍している車両です。長さは50メートル、重さは24トン、1989年生まれで年齢で言えば今年で33歳となります。こちらの1万系は4両で1編成のものが合計20両あります。作業の方はただいま電車を正確につかむための位置合わせを行っています。さあ、準備ができたようです。それでは持ち上げていただきます。普段見ることのできない電車のお腹が見えてきました。ここ千代田工場は南海電鉄の病院として4年に1回の健康診断を行うところです。南海電鉄の車両は全部で692両ありますが、それを全てここ千代田工場で受け持っています。それではこの電車をこちらの台車へくっつける直前までを見てもらいます。こちら2番線へクレーンを移動させますが、目印はあそこの壁の上部、大きく2とあるあの看板になります。このクレーンは止めるときが一番難しく、ブランコみたいに電車が揺れてしまっては危ないので、電車を揺らさずに止めるところが運転手さんの腕の見せ所です。運転手さんいいですか？ではお願いします。全然揺れておらず位置もぴったりです。それでは車体と台車をくっつける手前までを見ていただきます。
それぞれ検査を行った後、一番最後にこういった感じでお互いをくっつけます。この状態でブレーキホースやモーターの線などをつないで完成となりますが、まだ検査中の電車ですので今日はここまでとなります。それでは先ほどと逆の工程になります。今度は一番上まで持ち上げてもらいます。このクレーンの巻き上げスピードは1分間に約 6.5 メートルで動いています。電車を釣り上げている時にも常に前後のバランスを保てるよう、それを自動的に修正してくれる安全装置がついています。今一番上まで持ち上げてもらいましたが、この高さ電車の屋根の部分で約10メートルあります。次は10番線に移動してもらいます。10番に到達したようなので3番へ戻ってきてもらいます。
それではこのクレーンでできるもう一つの技をご覧いただきます。この位置で電車を前後に移動させます。置き場所がずれた場合などクレーンを同時に動かすことで位置を変えることができます。それでは車両を降ろしてもらいます。車両つり上げ実演は以上となります。いかがだったでしょうか。普段は見ることができない電車の工場ですが、こんなにたくさんの方に作業を知っていただいて嬉しく思います。千代田工場では今後もお客様に安全で安心してご利用いただける車両を提供できるよう点検整備に努めてまいります。これをもちまして1回目の電車祭り吊り下げ実演を終了いたします。この後も南海電車祭り楽しい一日をお過ごしください。どうもありがとうございました。